こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、売れる商品のリサーチ方法が分かりません。売れ筋、リサーチ転売方法を暴露しますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画でですね、私のコンサル生の方から、とかね、転売やったことの女性とかね、の方からリサーチ方法ですね。もうね、ぜひ教えてほしいってことで連絡ありましたので、ぜひね、まあ、大まかなんですけど、ぜひね、私がどのようにやってるか、まあ、ぜひ暴露させていただきます。はい。で、まずこちらなんですけど、まあ、リサーチに重要なことなんですよね。まずですね、一つの商品に絶対に絞ってください。一ついいです。で、まあ、例えばですね、中央分離とかでしたら、一つの商品が、200円とか300円とかね、まあ、100円でもいいんですよ。ぶっちゃけ、とにかく利益出ればいいんですね。で、利益出るってことは儲け出るじゃないですか。なので、その一つの商品を中心として調べていただければね、儲かる商品出てきます、自然に。とですね、ジャンルも同じですね。ジャンルもぜひ一緒です。一緒にしてください。で、まあ、中央運用やって一つね、感づいたことなんですけど、大きい商品を売っても利益出ない商品って結構あるんですよね。すごいね、高く仕入れても、なんだ、利益これだけかってありまして、まあ、小さい商品でもね、私小さい商品しかやってないんですけど、利益出ます。はい。一つの商品でもね、まあ、例えば5000円とか利益で出てます。4000円とかね、出ますので、ぜひね、ぜひ商品を一つに絞るってことをね、念頭に置いてやっていただければね、問題ないかと思います。はい。で、あと、ここですね。テスト売り。ここは重要です。で、テスト売りして売れない場合ってあるんですけど、とにかくですね、売れない場合はですね、値段を下げて、もう商品を全部吐くっていうか、もうなくす。たとえ利益10円としても、なくす努力をね、するしかないですね。で、これが非常に重要になってきます。ぜひね、これやっていただければいいかと思います。はい。はい。その最後ですね、即売れる、ここですね。即売れる価格を探す。ここはですね、商品が一番大事になってきまして、即売れる価格設定すればですね、例えばメルカリなんですけど、メルカリ、ラクマ、どこでもいいんですけど、売れます。はい。で、ヤフオクでも売れます。なので、この値段で売れる商品をね、売れる価格、商品の価格ですね、を探していただければ問題ないです。で、この即売れる価格より若干高くすると、やっぱ売れにくくなりますよね。時間かかるとか。なので、早く売りたい方は、ぜひね、即売れる価格、これをで、ね、探して売っていただければ、すぐなくなりますので、それをね、繰り返し売っていただければ利益出ます。ぜひ試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からその一切受け付けてません。ライト登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。